多形広範、または多形進出性広範は感染症や薬剤等をきっかけとして発症する皮膚の広範である。皮膚及び高校粘膜の氷在性毛細血管に免疫複合体が沈着することで発症している可能性がある。発生は稀であり、後発年齢は20代から30代である。特徴的な標的状病変、または高剤上外患を呈するが、 本性には、様々な形態、症状があり、ゆえに、多形と呼ばれる。軽症から中等症の EM マイナーと、重症の EM メジャーに区分される。症状は、軽度なものでは、自然治癒する死神から、重度なものでは、発熱を伴い粘膜病変を有し生命を脅かす状態まで広範囲である。区分、スティーブンス・ジョンソン症候群と中毒性。 表皮エシ症はかつて多形後半と連続した疾患概念だとされていたが、現在は判別されている。EM メジャーと SJS、点灯を比較すると EM メジャーは粘膜症状や表皮のエシ性変化が少なく重症感に乏しい。軽度の場合は通常、軽度の相応を伴う後半が死死に対象性に出現するところから始まる。しばしば標的上の形状であり、 単色の中心部をより赤みの強い部分が感情に取り巻く。また中心部の発石が強く、その周囲を単色の領域が囲み、さらにその周囲を比較的赤みの強い部分が取り巻く場合もある。通常7日から10日で回復する。慢性多形後半の場合、1週間以内に擦り傷が出現することが多い。衣服からの刺激。 または圧力による痛みが数週間から数ヶ月間持続することがある。多形後半の原因として多くの疾患や薬剤その他が疑われている。EM マイナーはほとんどの場合単純ヘルペスウイルスが原因であると考えられる。EM メジャーの場合も約55%がヘルペス性とされる。他にはマイコプラズマによるものが多いと思われる。単純。 ヘルペスウイルスの抑制や予防により、多形広範の再発を防ぐことができる。多形広範はしばしば自然治癒するので、積極的な過料を必要としない。糖質コルチコイド療法は、治癒が過量によるものか、自然治癒であるのかを判別することが難しいので、積極的には採用されない。ありがとうございます。